かして霧？そう、どちらにも霧が立ち込めてた。何かが起きるときは必ず霧があたりを覆ってたの。ということは、あっちの世界で霧が出ているところには悪いことが起きて、そのうちこの世界にも影響が出る、そういうことなのか？多分。それやばいじゃないか。あっちじゃこの校舎にも霧が出てた。あそこにはまだみんないるかもしれない。あっちにいるみんなにもしものことがあったら。このことを知っているのは私とタクマさんだけ。つまり止められるのは私たちだけしかいないの。え？それってつまり、いや待って、冗談だよね？そう、みんなを助けられるのも私とあなた、タクマさんだけ。私たちがあっちの世界に戻ってみんなを助けないといけないの。だからって僕らに何ができるんだ？現に僕らはあっちの世界に戻る方法さえわからないんだよ。戻る方法ならあるよ。え？私の歌で二つの世界がつながるのをタクマさんも見たでしょ。あれは水瀬家に代々伝わる力なの。私ならもう一度二つの世界をつなげられる。水瀬家に代々伝わるって、それじゃあのおばあさんが言ってた集団失踪事件で消えた水瀬家のお嬢さんって。うん、私のこと。やっぱり。それじゃあみゆきとハルがあっちの世界に行ったのは50年も前。そういうことになるね。みゆきの受け継いだ不思議な力が取れるかもしれないのは分かったけど、もし仮にまたあっちに行けたところで霧が相手じゃん。あの霧を操っているのは主なの。主って？私から魂を半分奪っていた主、あっちの世界で子供たちを飲み込んでるのもその主なの。だけどどうしてその主はみゆきの魂を奪ったりなんてしてたんだ？50年前、私があっちの世界にさらわれた時、他にもたくさんの子供が同じようにさらわれたの。だから私も最初はただの偶然なんだと思ってた。けど違ったの。主の狙いはミコの血脈。ミコ？もしかしてみゆきのことなのか？うん、私が水瀬家が受け継いできた聖なる力、それが欲しい主は何百年も待ち続けていたの、恨みを晴らすために。タクマさんお願い、私主の因縁を断ち切りたい。あの子、ハルを救うためには主を止めたいの。止めるったって一体どうすれば？私にもわからない。でも何もしないわけにはいかない。何より私、ハルを一人ぼっちにはさせられないから。みゆき。それにあっちの世界が壊れていけばこの世界だって無事じゃ済まないと思うの。みゆきの言う通りだけど、
には。世界を救うなんて難しすぎるよ。僕にできることなんてないんじゃないかな。そんな、そんなことない。たくまさんは私、春のそばにずっといてくれた。ヌシに飲み込まれそうになった時だって真っ先に駆けつけてくれたのはたくまさんだよ。今度だって。これ以上は僕の手に余るっていうか、他に方法がないかを考えたいっていうか、僕みたいな子供じゃどうしようもないよ。せめて信頼できる大人に相談を。それが難しいことはたくまさんだって分かってるでしょ。それは、それに信頼できる相手ならアグモンがいるよ。たくまさんとアグモンは強い絆で結ばれてる。そうでしょう。そこにいるの、タクマか。え？おお、やっぱりタクマか。無事だったんだな。先生。まったく、戻ってきたならちゃんと報告してくれ。ずいぶん探したんだぞ。野次馬だか、本当に行方不明だか、わからない学生もいて今大変な状態なんだ。すみません。タクマはミノルたちと一緒に行動していたはずだな。他のみんなはどうしたんだ。それにその子は。私はその、実は僕、みんなとはぐれて道に迷っちゃいまして、この子に。そうなんです。私、ここが地元なので。そうだったのか。とにかく、お前だけでも無事でよかった。他の連中も無事だといいんだが。とにかく、タクマはこのまま校舎に待機しててくれ。そっちの君も騒ぎが落ち着くまでしばらくここにいた方がいい。まったく、崖崩れだけでも大変なのに。崖崩れだけでもって、他にも何かあったんですか。崖崩れが起きた現場の古い神社の方で、熊だか喋る化け物だかが出たって、とんでもない騒ぎになっているらしい。化け物？それって。ああ、いや、もちろん言葉を喋るってのは何かの間違いだとは思うぞ。目撃した人はよっぽど気が動転してたんだろうな。人の言葉を喋る化け物って、まさかアグモンか。いや、アグモンは近くの茂みに隠れてる。タクマさん、まさか。タクマさん、私、なんだか嫌な予感が。いや、決めつけるのはまだ早いよ。ミノルたちのうちの誰かがファルコモンたちと一緒にこっちに来てる可能性も。でも、それなら私たちみたいに他の人に見られないよう隠すんじゃ。それにこっちの世界に戻る直前、最後の最後まで私たちの近くにいたのは。それって、もしかして。二人ともどうした。心配なことがあるなら今のうちに先生に。ユキ、今すぐ確かめに行こう。うん。
おい、二人ともどこへ行くつもりだ。先生、ごめんなさい。どうしても行かなきゃいけないんです。アグモン、お待たせ。あー、やっと戻ってきた。ボグ待ちくたびれて。悪いけど話は後だ。今はすぐに神社に向かわなきゃいけないから。え、なになになに。アグモン、急いで。あれ、タクマじゃん。お前も無事だったんだな。おい、で、行っちゃった。タクマ、ミユキ、待ってよ。うわ、今の、なんだ、着ぐるみじゃないよな。さっきのあれ、何だったの。化け物だろ。あんな暴れててさ。タクマさん、今の聞いた。ああ、これは思った通りのヤバいやつかも。急ごう。あ、ちょっと、君たちそっちには行かない方が。タクマ、ミユキ、早すぎるよ。何がどうなってるの。ああ、こっちにも化け物。焦りすぎて足滑らせたけど大丈夫。おい、お前さんたち、どこへ行くつもりだ。そっちは危ないからやめとけ。タクマさん、急がないと。わかってるけど。転んだのか、大丈夫か。タクマなら僕がついてるから大丈夫だよ。うわぁ、化け物、こっち来るな。ああ、もう、ミユキ、アグモン、走るぞ。ここは私は一体。なになに、こんな時にコスプレ。裏の祠も倒壊して、前に出ないで、下がって。人間ども、しかもこんなにたくさん、どういうことだ。あの時、私は渦に巻き込まれ、主が私を裏切ったというのか。なんだお前は。こっちを向いておとなしく。うっとうしい。うわっ。タクマさん、この音。それにこの気配、タクマ、敵がいるよ。タクマ、あれ見て。やっぱりピエモンがこっちの世界に来てたのか。あ、ひどい。神社が完全に崩れてる。これじゃ裏の祠も。え、裏の祠？それがどうかしたのか。そこの君たち、危ないから下がって。やばい、下がって、みんな下がって。なぜだ。私は主様に忠実に仕えてきたというのに。
それなのにどうして、どうしてこんな仕打ちをするんだ。ピエモン、ミユキ近づいちゃダメだ。あいつどう見たって正気じゃない。ピエモン、あなた間違ってるわ。なんだと？私のどこが間違っているというのだ。あれは、ルシはあなたの思っているような存在じゃないの。そんな、デタラメを言うな。悪魔、頼む、ミユキを守ってくれ。任せて、タクマの願いなら僕は何でもするから。キーン、ミユキ、今のうちにこっちに。うん、うわ、人間に媚びを売る裏切り者がどこまでも邪魔をしよって。私の邪魔をしたこと、ここで後悔させてやる。お願い、少しでいいから話を聞いて。私を騙して何をしようとしているかは知らんが、その手には乗らん。違うの、お願いだから私の話を聞いて。ユキ、前に出ちゃダメだ。でも、私はお前を連れ戻し、主の寵愛を取り戻すのだ。だから、そんなことをしたって何の意味もないのよ。まだ言うか。私にはわかるの。魂を奪われている間、主と同じ世界を見ていた私には。主はあなたのことなんて最初から何とも思ってない。お前の言うことなど誰が信じるか。デタラメだ。何もかもデタラメだ。武士を冒涜する者はこの私が許さん。アグマ、分かってるよ。タクマ、戦う準備はできてる。まずは邪魔なそいつらを血祭りにあげる。それから巫女、お前を主の元へ送ってやる。タクマ、来るよ。わかってる。アグモン、戦うぞ。マジなやつじゃないの？あの小さい方とかリアルすぎるって。ええ、ちょっと写真写真。ああ、君たち危ないから下がって、ここから避難して。戦うぞ。
レイモン。さあ、行くぞ。エガゼイル。迫力じゃん、映画見て。ねえ、もっと近づいて撮影しよう。やっば、これ絶対 SNS でバズるじゃん。これでも食らえ。みんな離れて。本当に危ないから近寄らないでください。軽くひねってやりましょう。
よし、やりましょう。俺の番。くれる。あとは任せたよ。よし、俺の番だ。
ーモンを倒したよ。ああ、勝ったな、アグモン。アグモン、ピエモンが…え？ あいつ、立ち上がった。あんなに傷だらけなのに、まだそんな力が残っているのか。なんてすごい執念なんだ。 お前たち、よくも…すごい目でこっちを睨んでる。どうする？どうするったって、僕とアグモンだけじゃこれ以上どうしようも。僕ならまだ大丈夫。タクマのためならいくらだって戦える。アグモン、みんなが仲間が一緒じゃないとダメなのか。二人とも諦めないで。みゆき、私が扉を開くから、その隙にピエモンを。扉？くっ、見込め、何をする気だ。何をする？決まってる！このまま向こうの世界に返すんだ！やめろ！やめろ！やった…タクマ、大丈夫か？僕は平気。よかった。タクマさん、私、決めたよ。決めたって、何を？タクマさん、崩れた神社を見て、私が言ったこと覚えてる？裏の祠が崩れたってやつ。そう。あの祠は主にとって重要な場所なの。今まではあの祠のおかげで主の力がある程度抑えられてたんだけど、あれが壊れたってことは、霧があの島を覆い尽くすのにそう長くはかからない。霧が島を覆い尽くす？そんなことになったらみんな怖い霧に飲み込まれちゃうよ。もう時間がないの。あっちの世界にも、この世界にも。このままにしていたら、いずれはこの世界にも大きな影響が出てしまう。僕は、どうしたらいい？お願い、力を貸して。この世界を、みんなを守りたいの。この世界を、何より仲間たちを守って。そして、私も。主は
私を奪い返そうと狙っているはずだから。みゆき、僕はたくも からどうすべきかずっと迷ってたけど、やっぱり仲間を見捨てることなんてできないよな。たくま、それじゃ今までだって何度も危険な目に遭ってきたけど、その度仲間に助けられてここまで来た。その仲間に危機が迫ってるなら、今度は僕らが助けなきゃな。3人であっちの世界に、僕たちの仲間のもとに戻って主を倒そう。うん、うん、たくまさん、ありがとう。私もずっとみんなに助けてもらってばっかりだったけど、今度は私も一緒に戦うから。みんなを助けるために、大事な弟を助けるために。ああ、僕が全力でみゆきを手伝うよ。それでまずはどうすればいいんだ？広い光に飛び込んで、あっちの世界に帰る。そうでしょ、みゆき？うん、はぐれないように手をつないで。わ、なんだよこんな時に電話って。って、母さんから？うん、まだ鳴ってる。ごめん、ちょっと待ってて。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、たくまさん。もしもし、母さん？あ、たくま、お母さん。たくまが帰ってくるのってさ、明日だっけ？明後日だっけ？預かってたプリントどっかやっちゃって、お母さんもたくまのこと言えないわね。あ、明日だよ。明日には必ず帰るから、それくらいで電話してくるなよ。ほんと、ほんとに母さんは。どうしたの？泣いてるの？そんな、泣いてなんか。バカね。泣くほど寂しいんなら素直にそう言えばいいのに。やっぱりいつまでたっても子供なんだから。よし、わかった。明日のお夕飯、たくまの大好きなカレーにしてあげる。カレー？そうよ。だから元気出してもう一頑張りしてきなさい。うん、わかった。そうするよ。必ず明日帰るから、約束する。
ごめん、みゆき。一つ訂正させて。え？みゆきを手伝うって言ったけど、あれ、間違ってた。手伝うんじゃない。僕たちが、僕たちの手で、一緒に、救おう。僕も、一緒に救うぞ！たくまさん、僕も、ありがとう。それじゃあ、今度こそ戻ろう。みんなが待つ、あの世界へ。安心だからな。姉ちゃんとはぐれたのか。お願い、お姉ちゃんを助けて。助けてってなしてだ。もしかして獣にでも襲われたんか。違う、違うよ。あいつらは霧のようなやつで、僕は変なところに落ちて、だからお姉ちゃんが危ないんだ。変なところ。バカ、本気にするな。極限状態で幻覚でも見たんだろう。本当だよ。かわいそうに、よっぽど怖い思いをしたようだな。どうして信じてくれないの。ともかく、姉ちゃんの方も探すぞ。あ、行こう。なんで、なんで誰も信じてくれないの。逃げればよかった。お姉ちゃん、お姉ちゃん。教授、教授。ああ、私は意識がないっていうか、心ここにあらずって感じだったけど、大丈夫？ああ、問題ない。ありがとう。ミユ、何やってるんだ。早く逃げるぞ。わかってるって。そんなにせかさないで。教授はどうだ？動けそうか？ああ。情けないな、私は。子供に心配されるとは。カイト君の爪の赤を煎じて飲んだ方がいいのかな。バッチーからやめた方がいいよ、それ。教授にまでお兄ちゃんにおせっかいウイルスが移ったら、たまったもんじゃないもの。でも普段
ざいだけだけど、こういう時は本当に頼りになるんだよね。こういう時だけだけど。ミユ、聞こえているぞ。くそ。教授？いや、驚かせてすまない。ま、悪態つけるだけの元気があるなら大丈夫そうだな。みんな、大丈夫か？そろそろ動くぞ。よし、このまま一気に地下道まで行く。遅れるなよ。ああ、行こう。クマ、タグマ。